今日はなんか幼く見えるかも。前髪分けてないかな。それよりめっちゃ名前が気になる、その名前。こんばんは、こんばんは。え、なにこの、なにこのギフト。かわいい。なに？ピザマンとアンマンですか？あ、肉まん？肉まん？なんですか？でもなんかさ、チーズ入ってるっぽくない？ピザマンじゃないんだ。え、こっちさ、肉まんじゃないの？今来た方違うのかな。一番最後に来たのが肉まんで、最初に来たのがピザマンで、次に来たのがアンマン、今来たのはお花。お花。ぽいよね。わかんない。私はそういう認識で、じゃあこれから読みます。なんかさ、昔ショールームやってた頃さ、全然ギフトとかそんな変わんなかったのにさ、今めっちゃなんかさ、期間限定とかいっぱい出てくるよね。ハートありがとうございます。誰が好き？ね、今ね、なんかさ、あれ、今日、じゃあ今日のお話しますね。今日あのさ、なんかさ、朝昼はさ結構あったかかったじゃないですか。めっちゃあったかいじゃんって思ったんですよ。でなんか洗濯物も干してて、でなんか自主練今さしてるのね。最近ずっとさ、やっぱ公園怖いじゃないですか。最初のさ8人だし、なんか全然別にいい、そんな出てたわけでもないしね、練習してるんですよ。でなんか今日サーヤと一緒に帰ったのね。でなんか夜ご飯食べてたんだけど、だ足りなくて、で帰りにコンビニに寄ったんですよ。でサーヤは肉まんかな、多分買ってて、なんか今日さめっちゃ暖かかったけど、夜帰る時めっちゃ寒くて、寒いねって話してたんですけど、ちょっとあのゴミだけ、ゴミ見せんのもあれだけど、これ私は今日買ったんですよ。でアイスなんですけど、アイス買ってめっちゃ寒かったんですけど、帰りサーヤに、え、寒くないのって言われながら、でも私ずっとあれなんですよ、夜ご飯今日メールに送ったんですけど、鍋とご飯を買ったんですね。で鍋が結構高くて、でご飯も合わせて、まあ結構、あ、なんかあんまりさお金そんな
ね食費にかけられないから。あでも今日なんかすごい使っちゃったしな、アイス本当はその時点で食べたかったんですけど諦めたんですよ。でも練習その後もしてて、なんかうん、なんかやっぱちょっと動いたりとかさ、頭使ったりとか、やっぱ周りにも人とかいるとさ神経使ったりとかすごいするので、なんかいろんな体力を使って甘いもの食べたい、やっぱりアイス食べたいなってなったんですよ。お金かかるしちょっと我慢してたんですけど、結局帰りそれで、だからもうやっぱアイス食べたいっていうのがあったので、いくら寒くても私はアイスを、買うって決めてたし、これに関して言うとなんか昨日からこれ食べたかったんですよ本当は、昨日我慢して帰ったから、まあ、今日食べようってことで別に寒さ関係なしでこれを買いました。です。でめっちゃだから言われたんです、寒くないのって言われてうんって言ったんですけど、内心めっちゃ寒かったけどあんま考えないようにした。そのさやのメールでアイス報告あった、本当に私ツイッターに書こうとしてさ結局書くのやめちゃった。ありがとうアンマン、ハートもありがとうございます。アンマンも食べたいな。あとさセブンにさ大きいなんか普通の肉まんよりもさ大きいサム肉まん売っててさ、それめっちゃ食べたかった。本当は食べたいんですよ、いっぱい買いたいって思いつつ、でもいつもいやでもこれなんか何円以上使うとなっていうのを考えちゃうので諦めました。ありがとうございます。ねギフト3種類だね、肉まん、あんまん、耳があったかいだっけ合ってる、ハートありがとうございます。どっちも好き、全部好き。今年もあと2ヶ月で終わりだけど絶対したことある。なんか本当は YouTube やりたい、でも絶対したいって思ってできるもんじゃないから難しいと思う。アイスありがとうアイス来ちゃったハートもありがとうございます。日曜日初めてお話できてよかったです、ありがとうございます。そう食べたいものを食べるって、そうなんか別に私こう食を抑えてるわけじゃなくて本当になんかお金かかるからっていうのでやめてたけど、でもやっぱさその後絶対さやっぱあれも買えばよかったなってなる。8人の声覚えるの大変です。別に8人がっていうわけじゃなくて、なんかもともとそんなにいいはなんか
めっちゃ空くポジションがあって、研究生のポジションがあるんですけど、なんかそこもう私覚えてたんですけど、一回もなんか出させてもらえなかったんですよ。他のメンバーが基本出てて固定で、だからなんか結局あんまり出れなくて、でもなんか実際さ一緒に、なんか踊ったりしないと気づかない部分とかもあったりして、いくら見ててもやっぱみんなと一緒にやるからこそ気づいたりする部分とかも、うまくなったりする部分とかもあるんですけど、そんなに多分出てなかったんですよね。しかも超期間空いてたし、だから何人がっていう感じじゃなくて、振りとかも一から本当にこれやってんのかなみたいな感じで、これこういう感じかなっていうのを動画見ながらやってる感じかな。しかもやっぱり私基本研究生の頃から誰よりもレッスン場に居座ってるんですけど、ずっと練習してるんですけど、なんかいいはやっぱさ同期が少ないじゃないですか。同期とかいたら一緒にやるとか、ここなんか他の人と合わせて気づく部分あると思うんですけど、あんま合わないからね。だし、そうだから、やってみなきゃ分かんないよね結果っていう感じですね。そうなんですよ。予定だけわかんないけど、でもやっぱ一番最初じゃないですか8人の。だからまあそれは最初だからっていうふうには言い訳はしたくないので、それはそれでちゃんとやるんですけどね。イクマン、アンマン、ピザマン、ハート、ダルマ、あ、お花か、ありがとうございます。平均見たけど腕相撲強いに信じられない。私強いてか握力いくつとか出てた、出てましたか結果。私握力数字覚えてないな。全然負けたことない。握力出てないんだ。握力もね多分その日私その日の収録の中で、まあ私の後に収録してた人もいるからわかんないけど、その日のインタビュー収録は多分私が一番って言われた気がする。握力も握力はそんなに自信なかったけどね。こっちの方がなんか自信ゆりかっていうか、強かったのは中学生の頃かな。それ以降全然別に腕相撲をやることはなくなったのでわかんないです。まあ今のご時世でもできないし。思い当たることは
番組話してて多分放送されてるので見てください、よかったら。なぜ強いかを話しましたので、中学生の頃、中学、うん、そうだね、中学生の頃なぜそんなに強かったか。中学ではバイトやってないので、ね、8人はみんな初めて。そうね、あ、握手ぜひ来てください。握手っていうか握手じゃないけど、今トーク会だけど、キャノティかわいい職員さんありがとうございます。一公演楽しみにしてるね、ありがとうございます。千葉の友達からピーナッツとぬれせんべいが届いた。ぬれせんべいも有名なんですか、千葉って。ぬれせんべいなんかさ、ちっちゃい頃あんま、ちっちゃいっていうかなんか、うん、そんなに得意じゃない時期あったけど、今食べたら全然食べれるかも。花束ありがとうございます。花束サイレムから入ってる。調子、ああそうなんだ。それこそさっきやった年内でやりたいことの一つはディズニーに行きたいです。学校の友達と。あ、もしくはなんか今、そうね、まあ言わない、誰とは言わないんですけど、今会いたい子がいるんですよ、女の子なんですけど、とかかな。ピーナッツ好きですか？やってるピーナッツめっちゃ好きよ。ファンの方ではないんだけどね、会いたい人がいるんで。今日はちょっとなんか名古屋雨降りましたか？今日降らないと思ってて洗濯干しちゃったんですけど、なんかレッスン場から出たら雨の跡が見えて、あれ今日雨降ったのってなりました。
から、まあこれはあんま良くないかもしれないんですけど、ちょっとあの明日もう一回そのままずっと干したままにしとこうかなって思って、明日それで雨が降らなければまあ大丈夫かなっていう。お花ありがとうございます。ね、なんかね、キャノラジやりたいんですけど、そういえばちょっと今は難しいですね、やっぱ練習しなきゃ。ファッションフォーユーもさ、出てほしいってトーク会で言ってくれた方とかもいたんですけど、ちょっと今回は出ませんでした。まあ大富豪も出てたし、めっちゃ皮むける、やば、むいちゃうんだけど。私もやりたいですっていう、なんかファッションフォーユーとか自分もやっぱある程度やんないといけないと思うけど、多分私今ちょっと余裕がないですね。ね、まずは初日を頑張ります。まずは公演を頑張りましょう。メンバーすごいよね。これ楽しみ。でも私もね、楽しみなんだよね。もちろんめっちゃ不安もあるけど楽しみもある。あ、すごい、名古屋天気教えてくれてる、すごい。おおむね晴れだって。じゃあ大丈夫じゃん。え、雨降らないじゃん、 0% じゃん、いけるな。今日よりかは多分寒いけど雨は降らない。思います。てかね、なんか洗濯もう一回したいんだよね、明日したいやつもある。なんかさ、意外とさ夏って頻繁に洗濯しなきゃいけないけどさ、冬の方がさなんかモコモコしてたりとかさ、あの一枚の服の分厚さが違うじゃん。洗濯機に入る洗濯機なんかもう本当に弱っちいちっちゃいやつだから、なんかなんていうの、1回に洗濯できる量がそんな多くないから、なんだかんだ意外と冬の方がさ洗濯しなきゃいけないのかなって最近思って、すぐ溜まる、めっちゃ溜まる。あんまピザマンだるまハットバラめっちゃ一気に来た、ありがとうございます。なんかお腹空いてきちゃうねこのギフト。バラ見たらバチラルって思い出しちゃうし、あとはキュンです。肉まんありがとうございます。
マジで食べよう、明日食べようかな。名古屋住みやすい、どうなんだろうね。なんかまあそんなにほぼ千葉にしか住んでなかったからわかんない。もうちょっといろんなとこ住んでたら基準がわかるけど、どうなんですか皆さん。ニカマンありがとうございます。めっちゃお腹空いちゃうよね。今日でもスープを大量に買った。オニオンコンソメスープ、8個入りのやつ買った。な、全然関係ないけど、なんかさショールームでなんかさエゴサしてたらさ、前ショールームでさピアノ配信いつやったんだろう、めっちゃ前かな、多分めっちゃ前だと思うけど、なんか弾いたやつが出てきたのでリツイートしました。あれはでもクラシックだからいいのかな、わかんないけど。本当はもっとなんかいろいろのしたいな、でも難しいよね。3月ぐらい、3月か、8ヶ月前ぐらい、めっちゃ前だね。千葉の高校へ通ってました。あら、でもね残念ながら高校は茨城なんですよね。大学は神奈川なんです。そしてほぼ東京にいました。でもね千葉いいところだと思いますよ。いいよね千葉。ハートありがとうございます。なんかさでも県またぐとさ絶対なんかさ県民争い行われない？私でもなんか言い争うの楽しいからいいけどさ、なんかだいたいそこで出てくるのはさ、なんか千葉がディズニーがあるけどなんか東京の名前借りてるじゃんみたいな、千葉の力じゃんみたいなさめっちゃ言われるけどさ、でもさそれでも来てるんだよみんな。そう千葉21、なんかね昨日のラジオ番組観覧車のやつでと言いました。あと他にもあったっけ、なんか千葉にあるけど東京の名前使ってるの。
もさ結局千葉にあるんだから別にね。学校帰りに行けちゃうんだよ。私成人式でそうね。しかもなんか普通になんかマンションとかによってはさ、あの花火とかも見えるから、家からレースとか。ドイツ村って東京ドイツ村か、それだ多分。東京なの千葉なのドイツなの、そうなんだ。ディズニーでね踊ったことあるんだ私実は。成田夢牧場ね、成田空港ぐらいしか成田わかんないな。それ言ったらマザー牧場とかも千葉だよね。中の人だったらコメント面白い、ね、いいと思います。なんか皮がむけそう。めっちゃさなんかここら辺かいちゃうんだよね。ここら辺とかすぐ首赤くなっちゃう。でも気になっちゃう。ちょっと11時まで前までには絶対終わりにしよう。明日は早く起きてずっとなんか、いや何でもないや、練習をする。早く起きるってさあやって今日約束したので今日は早く寝ます。なので11時前までには終わらせたい。配信したいの。インスタライブとかでさカラオケ配信したいです。最近ねなんかニキビあるじゃん、ニキビ跡みたいな。メイク落としを変えたんですよ。そしたらダメだった。なんかすごい一回お気に入りの、お気に入りっていうか、あこれめっちゃ自分に合うっていうメイク落としを見つけて、それ使い始めてから全然、私もともとめっちゃ顔ニキビがうわーって出ちゃう人だったんですけど大丈夫になって、また違うの久々に使おうと思って安いのにしたらやっぱダメだった。なんか自分になんかなんていうの、ニキビがめっちゃできちゃうから今日
4本目くらい。オイルとかダメっぽいよ。私ジェルならいける。わー、みんなはいい公園なんていうの行く、当たったら行くって人もいるのかな。やばい、お腹空いてきた。あー、ダメ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 、忘れよ、ちょっと忘れよ、なんでもない、何の感情も抱いてない、大丈夫。結構でも応募した人多いのかな。申し込んだよ、だって応募したけど当たる気がします、当たる気がします。ニカマンありがとうございます。申し込んだ、うん、いいですね。そう、何気にさ、須田さんと出るの初なんで、公演なんかちゃんと公演全編通して一緒になるの。倍率高くなるの。うん、須田さんあんまりなんだろう、忙しいからさ、公演いっぱい出れるわけじゃないもんね。行けるとき行きたいよね、そりゃ。肉まんありがとうございます。まあでも私の昇格後初でもあるから、うん、もちろん自分のファンの人にも来てもらいたいっていうのもありますし、でもまあ他のファンの人がたくさん、なんだろう、サイレームとかさ、やっぱ自分の少なかったりとかさ、青春ガールズとかでもあったけどさ、やっぱ寂しい、悲しい、寂しいけどさ、でもさ、なんかチームの公演でそんなに出てない、うん、出ていい、そんなに出てなかったから、なんか他のファンの人に見てもらえる機会が増えるって考えたら、それはそれでいいのかもしれないです。エプロンつけたエプロンつけた写真、いつか料理配信してくれるかな。ね、岩佐さん、岩佐さんですか。え、本当だ。岩佐さん、お久しぶりです。すごい、すごい、お久しぶりですお元気ですか。全然お会いしてない。
すごい。お久しぶりです。覚えてますか、私のこと。嘘、いなくなっちゃった。いなくなっちゃいました。嘘。私が気づく前にいなくなっちゃったのかな。あ、見つかっちゃった。あれ、知らないふりしとけばよかったな。星集め見つかっちゃった。なんかもう時効っていうか、なんだろう、もういなくなっちゃったから話しちゃうんですけど話しちゃうんですけど、なんか岩佐さんが何だっけ、休憩の地方組から大変、研究生って多分一番大変じゃないですか。一番大変な時期でもあると思うんですけど、なかなかそんなに豊かでもないので、ご飯とかもそんなちゃんとしたところなかなか行ける機会ってない。さらにやっぱ地方組って大変じゃないですか、一人暮らしとかもあるし。だからなんか一人暮らしじゃない、地方面の空気集めて焼肉連れて行ってもらったことがあるんですよ。実はもう話していいと思うんだよね、これ。だから勝手に話しちゃうんですけど、ハートありがとうございます。そう、めっちゃ美味しかったの。でも私とフさんだけなんか直前にお仕事があって途中から行ったから、なんか本当途中からだったんですけど、本当はもう最初からバクバクいっぱい食べたかった。だからもう一回ぐらい行きたいんですけど。メンバーの話も聞いてくれてたみたい。そう、めっちゃね、なんかもう大事な存在です。何でもなんかよく声かけてくれたりとか、やっぱ大人の人とかさ、上の偉い方ってあんまりなんか話せないし、多分なんかそんなんだろう、人前に立つところとかは見てもらえてるかもしれないけど、まあなんか普段のところとかさ、なんか思ってることとかなかなか。やっぱ聞いてもらえる人ってさ、いないんですけど、でもめっちゃ岩佐さん研究生とかでもすごい何でも話せる存在だったし、なんかね本当にいてほしいですって思っています。だからそのさ、表じゃない部分までちゃんと見てくれてるっていうのはすごいいいよね。
大事だと思うし、モテめっちゃ良くてさ、裏でめっちゃ口悪かったりとか、わかんないよ例えばだけどとかしてたらさ、なんかやっぱ外のお仕事とか行った時もさ、え、なんか好きってああいう感じなのみたいな思われるのもちょっと嫌じゃん。だからなんかそういうちゃんと全部見てくれる感じが私はね素敵だなと思いました。そうだから全然それと関係ないけどさ、話変わっちゃうっていうか、全然今のと関わりないけど、なんかさ質問とかさインスタのストーリーとかやってたらさ、なんかどういうタイプが好きなんですかとかあるんですよ。どういうのが逆に嫌なんですかとか、やっぱりある程度の、まあ、私もなんか普通にゲーム配信とかやってるとさ、めっちゃなんかクソとか言ったりしてさ、よく私もね口悪いみたいな書かれるけど、なんかでも普段言葉の言い回しとかなんか、うん、やっぱ言葉が綺麗な人っていうわけじゃないけど、なんか言葉遣いとか、うん、なんか年々それこそなんかもっと私が若い時はまあそれでいいじゃんって思う時もあったけど、でもなんかちょっとある程度まあ社会に出たりとかなった時に、そうなんかそういうゲームとか遊びとかだったら全然いいんだけど、普段からめっちゃ言葉遣い悪いのはあんまり得意じゃないかもでも言葉選びが上手い人ってすごい尊敬する。私はだから私最近なんかもっとなんか言葉にするのがすごい苦手なので、いつもさなんかなんかなんとかでなんかうーんみたいな全然言葉になってなくて、だからそれをもっと言葉で伝えられるようになりたいって思って、最近なんかねなんかっていう言葉をめっちゃ使っちゃうんだけど意識しだしたらめっちゃ使うようになっちゃった。どうしよう。最近読書習慣をつけようと思って、ちょっとずつ今日も朝とかちょっと読んだりしてましたね。別にあれだよ、フレンドリーな感じとか全然ない、お前なんとかだよみたいななんとか持ってこいよみたいな、なんだろうそういう感じとかはちょっとなって思っちゃうけど、全然普段のちょっとしたこう言葉とか別にそういうのは全然いいなって思います。より近い感じがするしね、あんまり堅苦しくても嫌だしね。受け取る本もさやっぱこれ言ってどう受け取るんだろうって考えられる人は素敵だなって思います。しさ、うん、モテる関係なく別にあれだよね、普段から使ってたらそういう言葉って絶対どっかで出ちゃうし、肉まんあんまありがとうございます。
バラエティとかそういうノリとかだったらまだいいけど、何読んでんの？いろんなの読んでる。自分がうん気になるなって思うのとかネットで検索とかかけて、あとおすすめとか見たりして、最近も買ったかな。あとはファンの方に本プレゼントしてもらったやつとかもあるので、それを読んだりとかですかね。ハートありがとうございます。結構でも私あでも一番最近だったら、結構 SNS に関する、もともと学生時代の時からそれこそ IT 企業とかのインターンとか行ってたんですけど、まあ、それきっかけとか周りに大学の友達ではないけど、いろいろ私も外で活動してたのね。なんかいろんなことやって自分を成長させたいと思って外での活動もサークルとか以外にもやってて、そういうところですごい活躍してる人とか同い年で起業してる人とか同い年じゃなくても近い年齢とかで、企業だけじゃないけど活躍してる人とかの影響を受けて、結構そういうビジネス書じゃないけどそういう活躍してる人の本とかも結構読んでたかな。し家にもある、わかりやすいところで言うとそれこそゆうこさんとかは会社にもちょっとお世話になったところもあるので読んでましたね。あのライブ配信の本とかもねちょっと買おうかなって思ってます。うん今出てるよね。肉まんあんまんピザまんありがとうございます。なんか本当に今日すごいね、今日からのギフトなのかな。今日はいっぱい肉まんとあんまんとピザまんをいただきました。ありがとうございます。他のやつもありがとうございます。というかもうそろそろ終わりにしなければ、11時までには絶対終わらせって言ってたんですけど、岩佐さんの話からめっちゃいろいろ続いてしまった。皆さんありがとうございました。今日はちょっと早く帰ったので配信できる余裕があったんですけど、今ちょっと E 公演の練習とかしててなかなか焦ってる時期もあると思うのでできない時も多々あるかと思うんですけど、ちょっと本当にブログにも書いたけど E 公演の練習にもう全集中しますので楽しみにしてください。じゃあ終わりにしますね。皆さんありがとうございました。ハートありがとうございます。あと SNS も多分ここにいる人はほぼ知ってると思うけど Twitter、インスタも先月始めたんでよろしくお願いします。てかもう先月昇格発表あったのっていつだっけ、配信ライブあったのっていつだ、10月もう1ヶ月はまだ経ってないけど多分
気づいたら経ちそう。5日か、やば、もうちょっとで1ヶ月です。ハートありがとうございます。じゃあ終わりにします。長くなっちゃった。ありがとうございました。おやすみ、バイバイ。